皆さんこんにちは。今回は質問に答えていこうかと思います。今始めて1ヶ月弱で掲示板やロッソ作りをしています。ロッソは全色作る必要ありますか？っていうことなんですけど、結論を言うとロッソは全武器で作る必要はありません。っていうか、どの武器もどこまで作るかっていうのは自分で考えるっていうのがいいと思うんですけど、俺だったらですけど、でも俺の感覚で言うのはちょっと違うと思うんですよね。俺はもうガオインテグラル武器とか作ってる段階なんで、もうロッソとか本当に過去のものでマジ作る意味ないじゃんとか思っちゃうくらいのとこまでは行っちゃってるので、俺はなんかもうルクスの状態からロッソ作らずにいきなりヤシャ作っちゃったんですよね。こっちのヤシャインテグラル武器、この片手直径ならこのアスタロトとかのこの装備可能レベル181とか、だからもう85層いけるだけのそのスキルレコードが揃ってたらもうロッソとか飛ばしていっちゃう方がいいじゃんって思うくらいなんですけど、正直言うとスキルが揃ってる武器種だけ作るのがいいと思います。もし作るならですよ、こういうのね。例えばですけど、ロッソ周回は、一応その74層グリーマイズが弱点残勢なんですけど、生属性じゃなくても、耐性は受けるんですけど、ダメージなんとか通るよねって感じで、回れるんで、直径もっとあったら、ロスを作るのもありかなって思うんですよね。属性耐性ない昔の時代だったら、その残凸だで1本ずつ揃えればいいよねみたいな雰囲気あったんですけど、今の時代はその属性耐性あるから本当に使う武器だけ作った方がいいと思います。自分が自信ある武器種、この武器で回れるなって思った武器だけ作るのがいいと思うんですよね。で、ヤシャいけるスキル揃ってるんだったらもうロスとか飛ばしていいと思うんですよね。そんな変わんないと思うんですよね。多分攻撃力200ずつ上がってくんだ、結構な新しい武器種にするたびに。どうだったっけな、忘れたけど。そうですね。これが、フォルネウスが1392で、大体これが1400か。ここに、右上に書いてあるんですけど、こっち下行くと、1600なんで、200変わるくらいなんで、そんなに火力は変わんないんで、一つ飛ばしくらいが、ちょうどいいのかなって思うんですけど、本当に作ってもロスは残凸だ、1本ずつくらいだと思いますね。作ってもね。俺だったらもう、スキルが揃ってたんで、そのタンク装備とかね、揃ってたんで、ヤシャいきなり行っちゃいましたけど。だからこの質問に対しては、結論としては、いいスキルがあるような武器種だけ作るといいと思います。全色作る必要はないと思います。ロッソに全色とか、ちょっと時間かけてたら、ちょっと大変だし、ルクスまでは緩和されててあんまり時間かかんないんですけど、ロッソからはドロップ率が結構低いんで、スキル揃ってなかったらね、ロッソ全部作るのもいいかもしんないけど、そんなことする暇あったら、武具錬成とか、武具錬成はこれ本当強くなれんのって思ってる人もいっぱいいるかもしんないですけど、他にもなんかやることあるんじゃないかなとか、その熟練度スキル上げとかね、熟練度レベル上げとか、っていう感じなんで、全色作る必要はないと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。